皆さんこんにちは、ドロークチャンネルです。この道路は兵庫県道23号、三木宍粟線です。起点の三木市を出ると次に訪れるのが小野市です。小野市柏山地区にはこちらの柏山バス停留所があります。並行して走る神戸電鉄青線の駅もこの柏山地区にあります。今回は柏山駅を紹介します。まるでキャンパスに描かれた絵画のような赤いレンガの壁を持つ山小屋風の美しい小屋が柏山駅の駅舎です。県道と接する部分にはロータリーが設けられています。ロータリーにはバス停もあります。こちらからは小野市のコミュニティバスであるランランバス、近くにある北播磨総合医療センター行きの無料シャトルバスが運行されています。柏山駅は少し高台になっており、バリアフリーのスロープが設けられています。こちらは駅の東側です。線路と同じ高さになっており踏切があります。単線で運行されている青線はこの柏山駅で2つの線路に分かれます。これは上下線の行き違いをするのに必要な機能で、当駅で上下線の行き違いをします。こちら駅の東側からは自転車などの駐輪場に行くことができます。駅舎に寄り添う形で駐輪場が作られているため、改札口が近く便利になっています。こちらが改札機能がある柏山駅の駅舎です。そして隣接した駅舎よりも大きく立派な建物がコミュニティ施設として利用できるホールになっています。かつてここにはレストランがありました。現在は店舗はなく、2台の自動販売機が並ぶのみとなっています。神戸電鉄5000系を模した自動販売機もあります。駅改札はこちら1箇所のみとなっています。自動券売機は1台です。自動改札機は2台設置されています。改札を入ったすぐのところに乗り越し精算機があります。駅コンコースには待合室やベンチなどはありません。改札を通りすぐのところに構内踏切があります。構内踏切を渡りスロープを上がると上り方面のホームがあります。柏山駅は相対式ホーム2面2線を有し、行き違いが可能な地上駅になっています。上り方面、次の駅は大村駅です。日中は上下線とも1時間に1本程度の運行になっています。ホームは直線に作られており、4両編成の電車が停車できます。ホームの一部のみに屋根が設けられています。
改札を入り、構内踏切を渡らず左に進むと下り側ホームに行くことができます。こちらは下り小野青方面です。飲み物の自動販売機が設置されています。長い腰掛けがあります。こちら下り側ホームもホームの一部だけに屋根が設置されています。柏山駅は1951年三木福割橋電鉄小野間延伸時に開業しました。2009年駅改築及び駅前広場完成。当駅で分岐した2つの線路は再び1つになり、青方面に向かいます。次の駅は小野駅です。ホームの所々に花壇があります。手入れが行き届いており、長い待合時間を楽しませてくれます。1時間に1本の待望の電車が到着です。ということで今回はここまで。神戸電鉄青線柏山駅を紹介しました。動画に対するコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドロークチャンネルでした。